千葉雄大のラジオプレイ皆さんこんばんは千葉雄大です今日も始まりました千葉雄大のラジオプレイさて7月7日は七夕ですね えー、去年も短冊に願い事を書いてファンクラブ会員の皆さんの中から1名様にプレゼントをしたのですが今年も願いをしたためたいと思いますということで、えー、ちなみに去年の願い事はプレイメイトの皆様が健やかに暮らせますようにあと夜もうちょっと起きていられますようにということなんですけどもかなったかないやーでももう朝までは無理ですねもうもう絶対に無理 <laughs> 3時には布団に入ってないと無理。でも3時でも頑張ってる方だと思うんですけど。まあ,まあ3時でも十分ね。ね。うん。う絶対に無理。明るくなってたらもうこっちの気持ちが暗くなりますもん。って。何にもなければ普段何時に寝るんですか <laughs> ?11 時。まあまあめちゃくちゃ早くはないけど、うん、まだって11時に眠たくなってきて寝るってことですよね。そうです、うん、なんかやっぱ ワンコが8時ぐでんかそれまでこうなんかこう僕のそばにいてこう慣れさせてくれるんですけど、うん、なんかもうそういうもう「お前、うん、やろ」みたいな「眠いから」うん、みたいな瞬間からなんかねケージに自分で入ってくるんですよ「まだ寝ないの?」みたいな顔されるの、うん、だからそうすると「寝るか」みたいなのは23時に。<laughs> <laughs> なんでもうちょっと起きたかったんででしょうねなんん起きたたかっだろう確かに昔と変わっちゃったみたいな思ってたのかななんか別にさもうちょっと若い時はみたいなとかさそういうの思っちゃってたのかもな意識的にあなるほど年齢を感じ出したのかなってことですか ?30 代34の自分はなるほどあそれでしたためるんだったうん えー、じゃあ別にかなってないじゃんね。<laughs> <あ>まあ、でもプレイメイトの皆様が健やかに暮らせてたら、うん、いいよな。うん、そっちはかなっててほしいな。うん、えなんだろう えー、クレーンゲームで一発で撮れるようになりますように岩本ちゃんがもっと笑顔になりますように書きました今日ちょっとあんま笑顔見てなかった <laughs> えそんなそんな最近あれでした笑顔見てなかったでしたっけってか最近は回ってないもん、ね、<laughs> <laughs> まあねそうっすね え何 <laughs> なんかこの間アメットの打ち上げあったじゃないですか、はい、いらっしゃってたじゃないですかでも岩本ちゃんはさ現場にさ、うん、今までベタ好きだったけどさ、うん、そのアメットのメンバーはさケイシーが来てたじゃん、うん、だからなんかその、うん、なんか振る舞い方がなんか、うん、わなんか大人になってる岩本ちゃんかみたいな思ったんですよねなんか立ち位置的に <laughs> そうっすよねだから現場でいつも 技術スタッフさんね特にはもうほぼそうだよね免識ないしお互いおたまあお互いにというかだから元気かなと思ってそれにしましたはいクレーンゲームで一発にはマジで取れるようになりたいんですハマってるらしいですね最近も100円貯金してて貯金って言えるのかわからないんですけど100円を入れるコインケースを作ってそれでクレーンゲームするんですけど。 お城の前になくなってたりするんで、<laughs> やっぱなんか <laughs> あそんなちょくちょく言ってんすか。うん、そうなんだ。うん、この間だってお茶の水とかまで行きましたもん。<laughs> <laughs> へえ<ー>。それぐらいハマってる今。<ー>そんな願い事にしました。これでも <laughs> こちらの短冊は会員の中から抽選で1名にプレゼントいたしましたこれを欲しい <laughs>。なんかもうこれでいいのかな。いっか。 そんな別に僕の笑顔を願ってる,いるいますいますよ。<laughs> そりゃさ <laughs> 上がってますということで、えー、応募方法などはファンクラブサイトに掲載しますので是非、うん、そちらをご確認ください。<laughs> それでは今日もこのコーナーからです。ジジイニュース ジジイのジじはジジネタのジじということで僕にまつわるニュースから世間のジじネタまでいろんなことについてフリートークスするコーナーです。ということであ髪赤くしました赤い。いかがでしょうか別にダメって言われても好きでやってんのらいいんですけど <laughs> 今日はジじニュースっちゃジじニュースなんですけど、はい、皆様にお知らせしたいことが、はい、山ほどございます。はい、お聞きください。 1一つ目デビュー15周年記念グッズ制作決定に際しましてワワンオンンンンンオオンラインイベントをやりますあの。カレンダーを発売させていただいた時にあのこの「ワン・オン・ワン」オンラインイベントっていうのをやらせていただいたんですけど割とご好評いただきまして僕的にもやっていただいて。 やっていていすごい楽しかったんでちょっとまたやってみたいなと思ってやらせていただきたいと思います。えー、こちらはですね今年開催予定です。楽しみにしていてください。続きまして2つ目えー、朗読オークションなどをやるイベントです。<laughs> どこまでがワンセットだったんですか今の？えっと全部です。朗読オークションなどなどはいおまたメタまたメリイベントイベントをやるというす盛りだくさんですね。はい。まだからこれがどういう風にイベント一つのイベントとしてあの織り込まれるのかはちょっとまだこう詰めていくんですけれども。ええ。まあオークションみたいな話はさなんか何回か。 やってお話ししたこともあるんですけど僕の私物をちょっとそういうふうに出させていただいて、うんまあ、チャリティーオークションっていうんですかね、うん、そういう感じでやらせていただけたらなと思いますまあオークションだけだとちょっとなんか、うん、ねなんかあまり交流を持てないままああので。 だからといって朗読が交流を持てるかって言われるとなんか <laughs> なんかもっと一方もっともうそれってだよね<笑><笑>だからそうだからもうはい、はい、ちゃんとこう、はい、それプラス、うん、皆様とこう交流を持てるような盛り込ん,うん、うん、だイベントを作っていきたいということですそして三つ目ファンクラブ旅行こちらを行いたいと思いますーテーマは、はい、祭りです あのこの間ね、あのー、生配信か、はい、であの皆さんからどういうイベントがいいですかねみたいなお話させていただいたんですけれども、まあ、その中でやっぱ旅行っていう声も多かったのであのそちらをやらせていただきたいと思っておりますこちらはなんか特典があるらしいので、はい、お土産もちゃんと持って帰っていただけるかなと思いますちなみにあのこの朗読オークションなどイベントとファンクラブ旅行はですね、えー、ほぼ来年開催予定です<ー>詳細は 今月中には発表。受付は今年の夏予定。何にも。<laughs> <laughs> 何の情報も。でも、グレーって素敵ですからね。まあ、そうっすね。<laughs> それはね、さっき打ち合わせしたんだろうなあ。<laughs> いや、そうね。なかなか長い打ち合わせでしたよ。 これこのでも予定とかほぼとかそういうのは、はい、あのそこのら辺っていうのは、うん、あの決定はしてるのでちょっとご容赦ください最後4つ目人知れず募集していた千葉が皆さんをコーディネートする企画というのをやりたいと思いますあのー、元々とは何だったのかなあの服ね服そう多分メールかなんかで お母様からご相談いいただいて息子がなんか洋服なんかなんていうかうちの子イケメンなんでなんかもうちょっとおしゃれしたらもっと良くなるのになって家族中で話してるんですけどどうにかしてくれませんかみたいなメールを頂い,いてなんかこういう企画やりたいみたいな流れだったと思うんですけどもまあ改めてこちら再度参加者を募集したいと思うのでまあこれはね詳細はこれはすぐに多分出ますよねきっと。 なんでちょっとサイトをご確認していただきたいなと思います。えー、こちらのは動画撮影でして、ファンクラブ内で公開したいと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。かつ参加、募集しておりますので、震えてご参加ください。よろしくお願いします。まあ、皆さん全員にはできないと思うので、うん、ちょっと選ばせていただくんですけれども、楽しんでいただけたらなと思いますし、僕も楽しんでいきたいと思います。以上、こちら4つのイベントを、えー、開催させていただくことになりました。15周年を記念して、 えー、まあできる限りねたくさんの皆様に参加していただけるような形になればいいなと思って、えー、いますのではい楽しみにしていてください一緒に楽しみましょうよろしくお願いいたします楽しみですね <laughs> でもさ、うん、ほぼ来年開催予定でさ例えばさ、はい、あの 僕デビュー日を2月14日に設定してるんですけど 2>,、はい、2月14日以降になった場合さ、うん、もう15周年って何ぞやみたいになってくる16周年じゃねえかみたいなそうになることもあるけど、うん、15周年の時に考えましたってことですよねだからね <laughs> 言ったもんが強よな <laughs>、うん、だから楽しみにしていていただけたらなと思いますまたよろしくお願いいたしますというわけで以上「ジジーニュース」でした 続いてのコーナーはこちら千葉葉に花言葉言わせてみればプレイメイトの皆さんのお悩みに僕がお答えし最後に花言葉を添えちゃうコーナーですということでいただいておりますえー、神奈川県プレイネームひとりぼっちの誕生日さん女性10代の方千葉くんこんばんは私はこのメールを送ってる今 誕生日を迎えたのですが昨年はメッセージをくれた子からも今年は何も来ず落ち込んでいます特に期待はしていませんでしたがいざ来ないとなるとかなりダメージ受けます千葉くんからのお祝いメッセージがなかったらもうどうしようもなくなっていたと思うので千葉くん毎年ありがとうございます今まで誕生日プレゼントをあげていた子からもプレゼントもメッセージもなくなってしまうと思うと悲しいですこんな私に元気になれるような花言葉を授けてくださいということで もうこの今誕生日を迎えた瞬間にメールを送っていただいてるっていうことですよねだからそうですよね、うん、誰からも来ず<ズ>ショックで受けてメールをださってると日付変わって12時とかなのかなこれ送ってくれたのはね特に期待はしていませんでしたがって書いてあるんですけどちょっと期待はしてますよね <laughs> 期待してないとショック受けることもまあそうもないから。だってだいたいさ、あの期待しないようにするじゃん。なんか別に傷つかないように、ど最低を考えとけばさ、なるけどさ、期待してなかったのに結構傷ついちゃってる。だからちょっと本当に。いざね。いざねなるとね。いざ来ないとなるとね。まさか来ないと思う。来ると思うけど、まあでも。 来なくてもいいかなって思ってたら来ないんかいっていう。<laughs> <laughs> <laughs> でもさ、うんうん、まあこの方だって十代だからちょっと何とも言えないけど、うん、年々さ、零時ぴったりに誕生日を迎える人と送る送られることなんてもう減ってきません？うん、減ってきますよね。うん。だから多分これちょっとこれは今誕生日になった今だからあれだけど、うん、もしかしたら次の日の朝とか誕生日当日とかに。うんうん もう昼間とか送られてきてんじゃないかなと思うんですけどね。うんうん、なんですけど、まあ、ちょっと落ち込んでるということなんで、ちょっとお花言葉を授けたいと思います。あじゃあ、こちらえ。ビバーナムスノーボールの花言葉で、茶目っ気、年齢を感じる、うんです。花言葉の茶目っ気は、白い花がまとまって咲く姿が可愛いところから来ていると言われています。また年齢を感じるは 花が咲き進むにつれて花色が変わっていき時間を感じられることからつけられたのではないかと言われていますなので先ほども言いましたけど年々そういう0時ぴったりにとか減っていくわけですよ誕生日メッセージとかもなんかやっぱり減ってきますよねなんかうん年々うんだけどそれ以上になんかこっちでつながってる人とかからは例えば直接言われたりとか そういうことも。あると思うので。僕はあります。人数は減るけど、密度は。高まる。でも、ちょっと待ってください。誰からも来てないので、ちょっとあの。すごく難しいんですけど、<laughs> 言い方。どういうメンタルでいればいいですか。あ、そうだね。うん、だから、零時にもう起きてない。<laughs> もう。まあ、でも。七時くらいから、チャミするの、ね。のも,、ね、もう、なんか、一人で乾杯。<laughs> か。あ、ぼ。 10代ダメダメノンノン。えっとでも僕は仲いい友達には誕生日は自己申告制なんですよ。祝ってくださいって言って祝ってもらうんですね。だから祝ってくださいって言えばいいんじゃないかなって思すそしたらさえなんか予定あると思ってたみたいな人って結構いるんですよんかやっぱみんな自分なんてみたいな思っちゃうとこもあるんじゃないですかなるほどなるほど。っていうのはどうでしょう だから「祝って祝って」って全員、はい、送ればいいんじゃないの欲しい人にああそれそれできんのすごいっすけどねやったことはないよあ<ー> <laughs> あの祝 <laughs> っては、ね、あ,あ,あ誕生日会はあるよ言ったことちょっと何もやってないんでどうですかみたいな言えないなかなか言えないもんえー、言えますえー、言えないかなうん仲いい人なら言えるけどでもハライチの岩井さんに、うん なんか久保ミネヒャの生電話かなんかで誕生日当日祝ってくださいみたいに言ったら本当に終わってくれた <laughs> ありました <laughs> っていうメタルはどうでしょうなるほどなもう,も,もうちょっとやりやすい方がいいか落ち込んじゃうんだよねきっとそうねだから、うん、自己申告で行くのかもうん、まあだからもっと期待せずに、うん、ショック受けずに済む方法なのか、うん、誕生日でしょでも誕生日って結構 気にするよねきっと、うん、10代とかだったらなおさら、うん、あ,あ確かに10代の時にそれできたかって言われたらできなかったね、うん、その祝ってくださいっていう、うん、いの学校とかうん、うん、なんか何も言わずディズニーとか行くとさ、うん、誕生日シールみたいのつけるじゃないですか、うん、あれつけといたらいいんじゃないなんか本日の主役的な <laughs> これまではたすきまではいかないんですけど何 <laughs> かちょっと何も言わずに何か誕生日シールみたいなの貼っといてそしたら、うん、だってディズニーランドだったらさキャストの人がさ「おああ誕生日おめでとうございます」なんか知らない人もみんな言ってくれるじゃん。<laughs> <laughs> だからその祝ってほしいやつだっていうのを全、うん、面に押し出すわけではないってことじゃないですか うん、まあそうですよね,ねでもゼロってことはないだって千葉君からおいおメッセージ届いてせやな、うん、どうしよう <laughs> 誰か <laughs> この独りぼっちの誕生日さん <laughs> でも別に、うん、だ例えばじゃ誰からも来なかった場合とえー、寂しいよなでも寂しいって言ってんだから寂しいんだよねこういうのむずいっすよねむずいな ん <laughs> なんか今アドバイスがあって子供の頃にやったなんか招待制がいいんじゃないかって言って招待状みたいなのやるんで誕生日会やるので来てくださいみたいな <laughs> <laughs> ちょっと待って待ってあのそれだったらこの日誕生日だってことを前もって知れるしって言ってるんだけどじゃあ誕生日知られてなかったってこと<笑><笑>でもさ今 LINE とかでも出てくるじゃないですか今日本日の誕生日ああ出てくる出てくる 確かにでもさその招待状出してさ誰も来なかったって別に「ごめんちょっと予定やって」とかさ、うん、仕事入っちゃって、うん、あ仕事はないか10代だから、うん、分かんないけど、うん、バイト入ってとかさ、うん、そういう日もあるかもしれないじゃい、うんでもだから期待すんのはやめようだからあのそれは自分の誕生日に期待するんじゃなくて、うん、この今まで誕生日プレゼントをあげていた子からもプレゼントのメッセージもなくなってしまうと悲しいですっていうのは、うん、ちょっとあげたから祝ってくれるんじゃないかみたいな気持ちもちょっと。うん 感じられる気がするんですけどお祝いするっていうのは別に見返りを求めないことだと僕は思うからそこをまず期待しないっていう別にんかお返しとかいいみたいなけどあげたいみたいな人にしかあげないとかでもいいんじゃないだから量よりも密度を濃くする作業をしてみようというのはどうだろうか確かにそれいいっすねそれで「でもお誕生日おめでとう」 とということで続きまして東京都プレーネームティッシュシューマイさん女性10代 <laughs> 失礼しました千葉君山ちゃんこんにちは千葉君に10代と紹介してもらえるうちにお便りを送らなくてはと一年発起した10代です私には7つ年上の離れた姉がいます幼少期は仲がそこ狂る悪かったのですがお互い上京しよう大人になった今では家族の中で一番の仲良しになっていますしかし性格の不一致から会うたびに喧嘩会うたびに仲直りを繰り返してしまいます 先日も大行列のアイス屋さんを諦める諦めないでぶつかり合い私だけ先に帰り姉だけ並び続けるという大喧嘩をしてしまいました私も一人暮らしになってから姉に本当にた,たくさん助けられてきたので姉に素直にありがとうと言いたいのですが言葉だけが出ませんどうか素敵な花言葉でまっすぐな心にしていただけると嬉しいですということです喧嘩か大人になってから兄弟喧嘩ってしたことあります あなんか結婚とかの段取り的なところとか、うん、で喧嘩してないっすけど、うん、会議みたいな家族会議みたいな、うん、あそれはご兄弟の結婚その進め方でいいのかみたいなあ<ー>はありましたけど喧嘩みたいなあパーソナルなっていうよりは家族の、うん、そうなんか。 行列並ぶ並ばないの、うん、喧嘩はないですねいや俺も大人になってからした記憶がなくて、うん、ちょっとでも逆になんかだからそれぐらい日常的な密度が強いってことですよね、うん、ちなみに大行列のアイス屋さんは並べますか諦めますかえー、絶対並ばないもう選択肢に入ってこなくないですか並ぶってこと。私も 並ばなないいかもしれない <laughs> ただあの例えば2時間かけて行った <laughs> みたいなそのアイス屋さんに,さんにだったら並ぶかもそうねそれぐらいアイス屋さんの目当てなだから例えば原宿歩いててなんか「え、うん、ここ行きたかったとこだあれめっちゃ並んでる」うん、とかだったら「空いてる時にしよう、うん、とかになっちゃうけどね、うん、だから,、うん、だから私たちはだからティッシュシュウマイさん派なんですよ。 あだけけはははは並び続いいはいはきいはい、はいうん、先えるっていうのもなかなか確かになでも並ぶのほんと嫌いな人もいるから、ね、どんだけ美味しいアイスなんだろうね <laughs> えでもだから本当は好きなんだもんねだって、うん、別に喧嘩したくてしてるわけじゃないからだからちょっと花言葉でとりあえず解決したいんですけどうーん じゃこちらの花言葉にします。ヘリクリサムの花言葉で永遠の思い出、いつまでも続く喜び。乾燥させても変形せず、色や光沢もそのまま残ることに由来すると言われます。なやっぱでも喧嘩っていうのはなんか悪いことでもないと思うんですよ。うん、なんかこの間友達とも話してなんか喧嘩っていうのはなんか別にお互い良くしようと思ってぶつかる。うん る、うん、からなんかじゃあ例えば並ばないでもうちょっとさ今並んでここの時間無駄にするんだったらあの他のところいっぱいお姉ちゃんと回れるじゃんみたいな気持ちがもしかしたらあったかもしれないし、うん、でもお姉ちゃん的には、うん、いやこんな大人気の愛屋さんを妹と待ち時間も楽しく並んで美味しいアイスクリーム食べれたらハッピーみたいなことでぶつかるっていうことかもしれないじゃん。の時お互いよくししうとしてるわけだから、うん なんかそこだけでも分かり合えたらそんな大喧嘩にはならないと思うんでちゃんとやっぱ言葉に伝えして伝えるっていうのは大事ですよね。うんうん、でもその反面友達と話したのは「いやそれでも収まりきれねえからこっちはブチ切れてんだ」ってその友達は言ってたんですけどだからか <laughs> <laughs> 多分、うん、友達だったらこれでないじゃないですか。確かにないねもう あ,ある分だとも私帰るっって友達だから家族だから、うん、それがそれぐらいなんか素直でう、うんね、甘えみたいなとこもある確かにだからあのこの関係性がだから花言葉にもあったけどなんかそのいつまでも続く喜びってあるけどなんかやっぱりあの家族ってやっぱなんとなくこうずっといるものっていうかさ、うん、自分のそばにじゃ、うん、思うけどなんか。 やっぱそういうことでもない気がするから、うん、例えば頻繁に会えなくなる瞬間とかも訪れるかもしれないし、うん、なんか一緒にいる時間をもうちょっとねこう楽しく伝えてるんとやっぱ素直に言葉にして出すっていうのはいいのかもしれないですね、うん、だからヘリクリさんも送ってみてくださいお姉ちゃんにこれはじゃあ、うん、えこの日はどうしたらいいですか、はい、私帰ってきました家あ<ー>で、うん、まあ連絡するとしたらうん おいしかったーはちょっと喧嘩腰しだもんな。うん、<laughs> だから俺がさっき言ったことじゃないなんかなんで並びたくなかったんだだるいからとかだったらちょっと、うん、うんむずいけど例えば2時間並ぶんだったらお姉ちゃんともっと別のいろんなとこもなんか回りたくって、うん、なんかそれ素直に伝えられなかった「ごめんなさい」みたいなとかちゃんと言葉にする。うん それがどうしよう、本当に。いや、マジで、あんな暑い中、2時間並ぶとかマジ。気苦しそうだったわ。な。<laughs> <laughs> どうしたらいいのけん兄弟喧嘩ってどんなのああ、むず。さっ先しないからちょって、免疫が。いや、言葉にするか、なんだろう。うん、えー、むず。今度行った時はまた一緒に並んでくれるみたいな、うん。ああ、かわいいこと。かわいいね。かわいいっすよね。うん それかわいい、うん、今かわいいっっって思っちゃったえー、なんかえいいよとかって言っちゃいそう <laughs> それぐらいでいいかもね兄弟だったら、うんうん、それしようちょっとだからまた今度一緒にいた時並んでくれるって言ってみてください、うん、かわいいありがとうございました <laughs> え最後、えー、広島県プレイネーム昭和の元ギャル40代主婦の方えー 違いますごめんなさい。プレイネーム昭和の元ギャル40代主婦さん。女性40代の方。千葉様、毎日、前のラジオを聞き返しながらニタニタと家事をしています。ペコリ悩み聞いてください。中2の娘が明日から中学テストなんですが、全然勉強しません。反抗期もなく、勉強しないよって言っても、うんって返事はいいんですが、しない。 TikTok で踊りとか韓国アイドルの踊りなんかはまあ熱心に覚えて踊ってますけど私もガングロギャル出身でなんだかんだこの年までそこそこ楽しく生きてきたのでそこまで言うつもりはないんですがこんな私でももう少しテスト前は勉強してたよなと笑い言ってもしない娘に何かやる気が出そうな話の言葉を送ってくださいマシということです昭和の元ギャル40代主婦最高 <laughs> ガングロだったんだよしかも。<laughs> 絶対パパララとかやってた人だすごいでも TikTok 僕もやってるんであの分かりますけどあれ覚えられるのすごいですよ。い覚えらなもんだからそれが楽しいのは分かるんですけどでもかつてね千原寺でっちゃんが塔を話した時になぜ勉強するのかって言われた時になんかお子さんとかに何て言ったら一番伝わるかなみたいな話をした時に。 っちゃんがなんかこれをんお父様かなんか言われて印象に残ってるのが「勉強しとくとあの将来の選択肢が広がるよ」って言われたんですって言ってなんかそれはすごい僕の時にはなんかああしっくりくるなと思って確かに選択肢広がるじゃないですかお勉強してたりしたらねなしないよりはまあしないでもしかしたらこの TikTok とかなんかそういう踊りになっていい k p o p アイドルとかになってるかもしれないんでわかんないですけど。 中学校の勉強をなんとなく一生懸命頑張ってたら大人になってもその貯金だけでなんとか結構生きていけるんですよね、うん、なんかどの科目でも中学校は結構僕は大事だと思うんですけど、うん、だからやった方がいいと僕も思うんですけどこれででもさ全然勉強してなくてもさめちゃくちゃ成績いい人もいるわけじゃないですか、うん、そっちタイプかもしれないしわ、ね、かんないです <laughs> えなんかテスト勉強って何みたいな日々の復習やってるだけで確かに 人いてい驚愕したんですけど、うん、<laughs> だから意外と勉強してるかもしれないしねね、うん、だ点数かどうかは分かんないんですけどまあでもとりあえず勉強はちょっとした方がいいなと思うんですけどでもなんか TikTok とかのそういうなんか何ですか興味あることへの熱量はある素敵うだから、うんねうん、違う方にも向けられればってことう えー、でもやっぱこうギャル魂を出すしかないんじゃないですかお母さんのうん言う時は言うみたいな <laughs> 私筋通ってないギャル嫌いよ <laughs> でもこの中年の娘がギャルかどうか分かんない人確かに <laughs> それが響くかどうかね、うん、お母さんのガングロ時代の写真を見せる、うん、これを守り <laughs> それで勉強始めるとは思って ど思えないけど何かが何かがあってさ反面教師的な,なんかそれを待ち受けにするといいことあるみたいなこともあるかもしれないよく言われるじゃないですか <laughs> それ貼っといたらなんか <laughs> えなんか勉強しよう <laughs> <laughs> でも、ね、理解のあるお母様だと思うからうん大丈夫そうだけど、まあ、それは花言葉授けたいと思うんですけども「えー、松葉ギック」の花言葉で「心広い愛情忍耐」 丈夫な性質で地面を覆うようよに広がることから連想されましたなんかもう心広い愛情を持ってらっしゃると思うからうん、うん、なんかそのままでいいんじゃないかなと思いつつなんか結構さえ「言われないことの方が辛いよ」みたいなさ人もいるじゃんなんか「勉強しなさい」って言われないから辛いみたいななんか言ってる人もいて「うん、あ耳をすますば」で言ってたんだった。<laughs> くの友達なんかうちはすごい言われてたから<ー>勉強しなさい勉強しなさいみたいな<ー>それは何にも言われないのも自分の責任みたいに全部なっちゃうから、うん、そっちもそっちでやっぱりいろんな意味の厳しさみたいなのあるよ、ね、優しさと厳しさわ、ねうん、れないのはいいけどみたいなだから高校その時はちゃんとやりなさいよっていう、ねうん、そうだねそのれが伝わればいいよなだから忍耐だと思うんですよね、うん わかんない。こう思ったことがないからわからないんですけれども。<laughs> tiktok とかでなんか勉強系とかないんですかねえ。なんかありそうだよね。なんか、うん、でもよくありません。なんか本当に使うなんか、なんか英文5選みたいな i love you と言われたら何て返すのが正解だと思いますか？みたいなさ。なんか <laughs> そういうのね。なんか良さそうじゃないですか。うん、俺最近それ書き溜めるときある？ 教科書で習うものと日常で使うものが違うっていうのをさ大人になってまあ本当にそれ教科書書いてほしいって俺は思ってるんですけどなんかそれをこうあこういうふうに言うんだとかやってます。だから使いようだよね。うんうん、で娘の携帯のアカウント、うん、TikTok のアカウントで、うん、あのガングロンャルギャルさんがあのめちゃくちゃ勉強系の全部クラーってやってもう娘が次見た時はもう勉強系しか出てこないようになる <laughs> あれ <laughs> それはそれでね。うん。悪いだよね。韓国勉強系アイドルとかいたらいいのにね。あ確かに。踊りながら勉強してて覚える。サインコサインみたいな。そう,そうそうそう。<laughs> <laughs> いないのかな。そういうのいたらいいよな。ティックトックで。なんかそういう勉強系もう系アイドルとかいないのかな。なんかテストで九十点以上取れたら。うん、えー、僕と 一分間見つめ合うことができますよ <laughs> そういうアイドルみんな <laughs> でちゃんと点数持ってきて <laughs> 通知表とか持ってきて <laughs> なんか流行りそうじゃないちょっとお母様にも流行るしんなんか娘たちもいいじゃないですかいないアイドルをなんか <laughs> プロデュースする <laughs> あじゃあなんか 方方向性に悩んでるアイドルの方それってぜひ試し分 <laughs> <laughs> かんない締め方が分かんなかったけど <laughs> ありがとうございました、はい、というわけで、えー、悩めるプレイメイトの皆さんお悩みは解決できたでしょうかぜひ千葉雄大に解決してほしい花言葉を授けてほしいというお悩みをお持ちの方はどしどし送ってくださいお待ちしております以上千葉に花言葉を言わせてみればでした次はこちらのコーナーですババババチバチバチのということでこちらは皆さんからの普通歌をご紹介するコーナーです 東京都プレネームドロンドロンチョドロリンチョさん女性20代の方千葉くんこんにちは春から新社会人になりバイト時代はできなかったネイルができるようになりました爪が可愛いとテンションが上がりますよね千葉くんがネイルしているのを見るのがとっても好きですそこで夏にどんなネイルにするのがいいか千葉くんに決めてほしいです笑いがついてんだけどなんでえー、俺はおばんちゅうさぎが好きだから最近おばんちゅうさぎはどこかせるに入れたいなって思うんですけど あとはシルバーのマグネットかな。わ、うん、かります。砂 <laughs> ネイルなんか砂。あネイルダメですか。<laughs> <ん>バイト時代はできなかったネイルができるようになる。バイト時代の方ができたろうネイル絶対。でも確か <laughs> <laughs> え？正社員社会人だからオッケーの方がな,なんだ。 飲食のバイトとかだとできないのかなわかんないけどそういうことかいやいいんじゃんいい人もいますねネイルってみんなあれなんですかそういうんかカタログというか考えてこれこんなのいいなみたいなっていくんですかお店によると思いますけどんか例えばインスタとか見てんかこういうのにしたいんですみたいなでもかここはもうちょっとこういう方がよくてみたいなんでちょっとだけ変えたりとかする人もいるしだから あの僕がさなんかインスタに載せた爪同じようにしてくれてた人もいるしはい、はい、ちょっとアレンジ加えてやってる人もいるしだからそこは臨機応変できると思うんですけど、えー、楽しいよね俺もしよっかな赤髪に何があるいや結構すごいっしょ、うん、赤見慣れたいやいやその前だってめっちゃ暗かったし <laughs> 確かに <laughs> 赤と思いましたけど赤いよね、うん、でもやっぱり かテンション上がるんですよもちろんウェーイってなるんですけど、うん、やっぱ自分で見ないから髪をこ、うん、んな鏡にこうやっていちいち見なてもいけないしち、うん、ゃんと爪ってこうて眺めることができる <laughs> から爪もちょっとやろうかなって今思いました、うん、ありがとうございますあでそれねアドバイスはそれな感じでヨーロピック最後宮城県プレイネーム恋は盲目さん女性30代の方千葉さん岩本ちゃんはじめまして私には10年以上片思いの人がいます 2回告白しし敗北しています。そんな私でも大切にしてくれる人がおりその方とは結婚をしましたそれでも私は諦められない思いがあり一度離婚をして再度片思いの相手に3度目の告白をしましたやはり敗北でしたその間も元旦那は私を支えてくれていたこともあり元旦那とは再婚をしました本当にありがたいと思っています片思いの相手は恋愛感情を押し殺して今でも友人関係です 千葉さんは譲れないほど好きになったものや人はありますかいつも応援しています。ありがとうございます。うん譲れないほど好きになったものや人。まあワンコとかですかね。うんまあでも二人の問題ですからね。こういう結婚とかは、ね、恋愛とかは。 なんで、うん、全然その元旦那さんがね、うん、ご再婚されたっていうことで、うん、全然それ二人がハッピーならそれでいいなって思うんですけど、うん、仮にね、うん、俺が元旦那の友達だったらね、うん、この小は盲目さんに対しては、うん「おめえマジ傷つけたら承知しねえかんな」っていうのはちょっと言いたいですよね。<laughs> <laughs> そうねー。だって 忘れられない人がいて結婚するってことはもしかしたらあるかもしれないけどやっぱり忘れられなくて別れるっていうの僕はあんまりちょっと聞いたことがなくてで仮に別れたとしても告白して振られても旦那さんに戻るっていうのはすごいことですよねだも旦那さんはずっと好きだったんだろうなこの恋は盲目さんのことを矢印がこうマジで三角関係というか向いてる方向がちょっと違かったんでしょうね。 旦那さんもだから恋はモ目クさんと同じタイプというか確かにな可能性はありますよねだからその恋はモークさんのことがどうしても好きみたいな確かにっていうパターンありますよねうんあるえそしたら素晴らしくないなんかめっちゃだから旦那さん的には全然幸せな可能性あるですよね、うん、帰ってきてくれたみたいなこと、うん、で別れる時もだから好きな人が本当に幸せになってくれるんだったらそれで幸せみたいえめちゃくちゃ良くない <laughs> 純愛って言うんですかまあそのなんか結婚とかをこうい、ん、うさんが断ってねそもそも、うん、結婚をせずに好きな人がいるからごめんなさいで続いてたら「純」だったかも確かにしれないけど一番気になるのはなんか片思いの相手とは恋愛感情は押し殺して今でも友人関係ですってさ。 だって気が気じゃないぜってなんないのかな元旦那さんはなんかいつまたあっちに振り向かれてしまうのか、うんうん、だってさこれさもしさその恋はももさん、うん、が好きな相手頭相手の人が、うん、やっぱ付き合おうみたいになったらさ、うん、どうすんのってなだったね。<laughs> ね。 ほどでもないですよね、そんなことね、別に。え、ということは<え>、ありがとうございます、<え> OK みたいなことか。じゃないですか。っそうか、そうなっちゃうだって押し殺してんだもんね、うん、それがパッカンってなっちゃうってことでしょ。うん、かわいそう、元旦那。本当に旦那さんに愛想つかされないように、確かに。気をつけてくださいねって感じですよね、かね確かに。そそれはそうだね、うん、だねからでも 本当にありがたいと思っていますだからその気持ちを本当にかみしめていただけたらいいんじゃないかなと思いますよね、うんうん、まあでも恋ねいろんな恋がありますよね、うん、どんな人なんだろうそんなに好きな人ってときめくのかな10年以上ですからねうんときめきはもう超えてますよねだからねうん、はあ、確かにねえー、すごい でもこ,れこういう恋愛すごいな、うん、なんかわかんないっす大連合 <laughs> <laughs> かあのー、昔で言う昼ドラ見た後の気分みたいになってるなんかんああボタンとバラみたいな, <laughs> <laughs> なんともね、うん、なんかいろ,んいろいろ思いをはせちゃうなそう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 最初は恋はももさんに対して「は?」みたいな思ってたけど縁起ちゃんの話を聞いて「 素晴らしいいことじゃなだからさんか不倫とかのドラマってさこんだけ不倫がダメってなってるのになくならないんじゃない揺さぶられるからんかまあそうですよねかもう盲目っちゃ盲目だしもうねいやすごいなでもかねうんまあ全ては2人がよければっていうん。の小籔盲目さんと今の旦那さんがうん とりあえずだってその片思いの相手はそこの二人の中には関係ないわけだからただ、まあ、この荒野桃木さん一人の人格を形成する上ではその片思いの相手はあの大切な人だったのかもしれませんね、はい、<laughs> 素敵なメモリーっていうなんかエコを入れてもらう<ゅ>メモリー <laughs> 10年以上、ね、あなん <laughs> 何展開します<ゅ> <laughs> 千葉さん15年じゃないですか年間応援してますって人うわ十五年間うんでもいらっしゃるデビュー当時からって人もいらっしゃいますけどねえアンケート取りたいでもちゃんとあの物的証拠も欲しいご成者の時の「これです」と最初の写真集何人ぐらい生き残ってんですかねえ予想する 八。すっげね<え>もっといるかな。すっげな。自信なさすぎ。で傷つきたくないから。あの誕生日お祝いのやつが絶対もうゼロつでもいいと思ってるから。八か8。だとしたら八はちょっと強い <laughs> <laughs> ゼロっていいえって。<laughs> 希望的観測も含めて八。なるほど。え山本ちゃんの予想は？え？これちょっと募集しましょう。百二十。 いないかないないけどうん。えでもだってその自分が子供の時に見てた戦隊ヒーローだったりとか、うん、あるじゃないですか「仮面ライダー」とか「うん、ウルトラマン」とかの、うん、自分子供の時見てた人って、うん、なんとなくずっと応援してません っていうと結構いる気もするっすよね。うんうんうん確かに。うん。百二十ね。そう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 。じゃあ百二十と八、八どっちがどっちが近いか？近いか。<laughs> <laughs> 勝負です。百二十であります。<laughs> <laughs> <laughs> よろしくお願いいたします。というわけでええー、以上バーチのバチバチバチコイでした。 今回もたくさんの投稿ありがとうございました。ここからは千葉雄大のラジオプレイ各コーナーへのお便りの送り方をご説明します。千葉雄大オフィシャルファンクラブサイトのラジオページやファンクラブの公式 X から各コーナーの投稿フォームにアクセスすることができます。公式 X アカウント名は、また、はがきでの投稿もお待ちしています。 書きの送り方の詳細も同じくファンクラブサイトのラジオページや公式 X をご確認ください、えー、投稿が採用された方の中からさらに抽選で千葉ラジオリジナルステッカーをプレゼントしております、えー、ぜひぜひ送ってくださいというわけで今日もあっという間に最後のコーナーになってしまいました最後はこちら千葉太郎電鉄。こちらは毎回最後にやる締めのスゴロクコーナーです、えー、前回はこれなんだで終わってますあ <laughs> っていうかさサムネイルに使ったでしょあの <laughs> アイマスクのやつ <laughs> なんかエゴサーチして、はい、アンメットでエゴサーチしてるんですけど <laughs> 面白かったなんか多分アンメットを見て、うん、千葉雄大さんってどういう人なんだろうと思って「千葉ラジラジ」を聞き始めた人もいると思うのに、うん、そこのサムネイルこれで勝負かみたいな <laughs> 面白かった <laughs>、えー。ということで。 これからですね。じゃ、振りまーす。六。一二三四五六。謎掛け。なんでしょう。<laughs> 即興でまると掛けまして、バツバツと解きます。その心は。<laughs> 何と掛けるんですか。何とかける全部決めんの。え。 何か今のブルマさんしか思い浮かばない <laughs> <laughs> セクシーなぞかけ,謎かけいい助け舟 <laughs> 俺その心は言うからあの適当に何でもいいの俺が全部心にしてみせるからあの何とかとかけまして何とかとかけまして適当に言ってくんな、ね、い あかける方なんとかとかけましてなんとかと解きますその心はって言ったら、はい、なんとかでしょうって俺が言うっていうシステム <laughs> でも、まあ、適当でいい俺何も考えなくていいんです何でも考えなくていい<ー>今パッパッて2つ思い浮かんだ言葉を言って「七夕」と書けまして「ラジオ」と解きますその心は <laughs> 私とあなたは「 織姫と彦星でしょうこれだと1年に1回しか会えないみたいになっちゃう <laughs> 助けて <laughs> みんな <laughs> いやだ,だ七夕」とかけましてチバラジと解き,きます。ラジオと解きます。リアルを。<laughs> <laughs> 待って今。 みんなで考えてる <laughs> あ、はいうわ今、素敵なこ心がいただきました離れていてもその思いは伝わるでしょうヨナッチです <laughs> ロマンチック,ロマンチック お見送りしました。終わりです。問題問題会やな,これ,はなこれはちょっとアフタートークでちょっと頑張るか。それではまた次回お会いしましょう。どうぞします。